オムニウムの 1.5 号。何より僕が気に入っているのがこの配色ですね。手に取るように感度がビンビンに伝わってくるんで、これから始める人にもおすすめです。皆さんこんにちは、筑波店の篠塚です。今千葉の大原にあります薄い丸様にて、ヒラメの方、筆ヒラメの方ですね、やっていきたいと思います。オムニウムに関しては、僕もこれ普段からもうずっと使ってるラインで、張りがあって、で、すごい感度がいい、PE ラインだなっていう、形ですね。何より僕が気に入っているのがこの配色ですね。とにかく色が見やすくて、で、1メーターごとに、黄色と黒で、ラインマーカーがしてあって、荒れた状態でも、黒くても、すごくはっきりして見やすいので、水深の、当たる棚がすごい取りやすいのが特徴ですね。あとすごくスレにも強くて、僕普段テンヤでよく使ってるんですけど、キラバサとかすごく走る魚がかかっても、タガ切れがほとんどしたことが全くないと言っていいほど、いいラインだなと思ってるので、ぜひ使ってみてください。